Welcome to Planet of Food! 今日はスペシャルゲストをお呼びしております。岡崎大吾さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。前回、食べるぞ世界の地元飯の著者、岡崎大吾さんをゲストに迎え、地元飯の深い話を聞きました。岡崎さん、どうですか、この…実はね、このマレー語で言うと、そのココナッツご飯のことをナシルマって言うんですけど、オーストラリア全国からパイを集めるんですよ。パイはまあイギリスの国民食ですよね。パイの中でもキプリーパイっていうのがもうイギリス人のもうソウルフードですよね。地元飯っていうとソウルフードですよね。本当ソウルフードなんですね。ちなみに岡崎さんは現在 Facebook のグループも運営中。世界中の地元飯情報が集まる人気グループです。みんな参加しよう。では続いて雅代さん、あなたの地元飯他にありますか？はい、オーストラリアの地元飯というよりは、うん、日本から来たものがここで独自に進化をしたという食べ物、うん、お興味あるがあるんですけど、あ、寿司ハブっていうのがあるんですね。はい、寿司ハブとっても流行りのお寿司屋さんです。あ、うわ、エビでかいなでかこれ丸々一匹入ってるんです、お寿司エビが。あ、うわ、なにこれ、いないよ、ね、じゃないですかそうなんです。あ、うわ、絶対日本にないやつだな、これ本当に。なんか謎の食べ物があるな。ちょっと面白いでしょ。のり巻きが流行ってるんですか。皆さんエクササイズをするんです、お休み、お昼休みの時にウォーキングを。その時に歩きながら簡単に食べられるヘルシーフードイコール日本イコール寿司みたいな感じになって開発されたのがさっきの巻き寿司なんですね。でその中でちょっと私が気になってるのがこの稲荷寿司なんですけど、うん、今日私ちょっと買ってきました。はい、イエーイ。見たいです。ちょっとまず稲荷寿司、どういうんですか。一番人気がこのわかめだったんです。稲荷の皮を多分軍艦巻きの代わりみたいにしてて、普通日本だとこの口側を下にして置くじゃないですか。うんうんうん、もう上にして軍艦巻きにしてこういう風に。おー、うん、はい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 。じゃあちょっと行っちゃってください。私このわかめ嫌いなんですよね。じゃあお好きな方食べてください。これはもう旦那が選んだんで、あとだけは違う、選んだのこっち。あー、ロブスターだ。あー、はは、は、本物なんですね。カニカマみたいなことじゃないですか。カニカマじゃなくても本物のロブスターをもう。おお、ほうほうほう。ダメになるので。ああ、じゃあちょっとぜひ。もうカメラに寄っちゃってください。うん。うまい。うわあ、はははははは。これは美味しい。このお寿司屋さんがちょっと最近出回ってきたのがここ3、4年の話なんですけど、このお寿司はこの2、3年くらいかな。じゃあもうシドニーでも何店舗か出店されてるような。はい、シドニーもたくさんあるし、今全国にも出店してるので、オーストラリアどこでも買えると思います。では私の前では結構ブームで流行ってますね。かなこさん、いかがですか今の。知らなかったです。個人的にはわかめの食べたい。そう、食べたい。ね、これはでも岡崎さんそんな足すことないですよね。世界中でね、お寿司がまあ人気になってるというのは皆さん、うん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 、っていうか巻き寿司系がやっぱり主流なんですよね。握り寿司っていうのはちょっと難しいところもあるんで、まあ握り寿司、まあもちろんありますけれども、カリフォルニアロールに代表されるように外国風ロールっていうのが割とこう海苔がね、乾物なんで流通できるわけですよ、世界中に。なるほど。だから素材が揃うところで日本風っていう感じもあるので、うんうん、ロールも、なるほどね、やっぱり世界中にこう回っていくっていうね、うん、僕も今の稲荷寿司は初めて見たんですけど、これは、やったよ、雅代さん、やりましたよ。岡崎さん知らない情報来ましたよ。豆腐屋ができないと
あのこれいなり寿司のいなりを作れないんで、大変な、世界に流布するのはまだまだちょっと大変かなと。なるほど。海苔で一番割とアジアで有名なのはタイでね、セブンイレブンとかでに行っても、あの味付け海苔のねスナックが売ってて、これもある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 、ここにもあります。いろんな味があって、それがすごく流行ってて、で、その人っていうのは大金持ちの息子だったんだけど、日本に留学して味付け海苔を食べてもう感激して、これはぜひタイに持ってかなきゃいけないって言うんで、タイに帰って味付け海苔の会社を自分で作って、で味付け海苔をお菓子として販売して、でまた大富豪になったっていう。味付け海苔大富豪が実はタイ人。味付け海苔大富豪が日本に留学して、そうんでタイに帰ってやって。ガルコさん、お菓子っていうのはどういう感じなんですか？僕全然わかんないんですけど。いや、本当にあのスナックが入るようなああいうパックに味付け海苔がわっさり入ってて、子供たちポリポリ食べてるんですか？ポリポリ食べるんです。子供たちも大好きです。なんかこうやって振るとちゃんとこうカチャ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 ってなるような。ちょっとわかんないんだけど。揺れる感じなんですね。実はもう一個油揚げの他にちょっと気になるのがあったんで買ってきた。ライスサンドイッチ。あ、それ気になった。そんなそれちょっとよりちょっと見せていただけます？すごい、美味しそう。これはツナとアボカドとなんか卵も入ってるって書いてあったんですけど、私はどこに卵があるのかちょっといまいちよくわからない。カリフォルニアロールじゃなくて中に海苔が入って崩れないんですね、それ。意外としっかりしててご飯の粒が落ちてこないんですよ。いただきます。あ、高い。うまい。美味しいですか？もうがっつりツナですね。ツナおにぎりですね。あ、うん、昔からあるんですか？これ最近できました。最近ですよね、はい、きっとね。最近開発された新商品です。てか、なんでおにぎりにしなかったのかがすごい気になるな。まどかさんいかがでした今の？ライスサンドイッチは知ってる。アメリカで見たことがある。でも食べたことがない。食べやすそうだよね。これ意外と作れそうな気がします自分で、うんうん、今全く僕真似したい、まあ日本人は真似したいと思ってないですけど何がいいんですか？食べやすいってことで、なんか仕事しながらこう食べられる感じもいいし、でも海苔のパリパリ感が好きな人はこれはちょっと物足りないかもしれないなって感じですね、うんうん、モスバーガーでライスモスでライスバーガーとかってなんかそれにすごい似てますよね。焼いてはないけどそんな感じです、うんうん、でも岡崎さんこれは何か解説ありますか？作り方としてはね、あの押し寿司と同じ作り方ですよね。そうだから、ご飯を敷いて、あの何かを敷いて、またご飯を敷いて、で後でこうなんか切ればそうなりますからね、押し寿司。うまい。だから多分日本の押し寿司が基礎にはあるんじゃないですか、うん、原型にはあって、ライスバーガーとはやっぱりちょっと違う感じ、うん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 、なるほど、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。では続いてかなこさん、あなたの地元飯教えてください。私の地元飯はカオゲーンです。屋台に並んでいるおかずを白いご飯に何種類でも好きな具材を乗せられるというご飯で、動画を撮ってきたのでご覧ください。どんな場所に出してるんですか？はい、現場の脇に店があるという感じなんですけど。すごい、道路脇とか、あの、うん、工事現場の前とか、うん、あのお店の前とか、そうファミリーマートの前とか、はい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 、なんかテーブルを出しておかずを作ってきたものをただ並べているっていう感じですね。でご飯いる好きな具材を選んで、そうですね、お惣菜屋さんみたいな感じかな、うん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 、炒め物もあったりスープもあったり、うん、野菜炒めもそうですし、あとゲンチューっていう、こう卵豆腐と野菜のスープ、これは辛くなくて子供も食べれるんですけど、クリアースープですごい美味しいんですけど、あとはなんか角煮みたいなの見えると思うんですけど、ちょっと八角が入ってるんで、日本の角煮とは味がちょっと違うんだけど、スパイスが効いててこれも美味しい。あとはもうグリーンカレーとかレッドカレーとかもあるし、
あります。ガパオ、ガパオ食べた。あ、めちゃくちゃうまそうだな。むちゃくちゃ美味しいです。でも全部に唐辛子が入っちゃってるので、避けてもらってももうその味に全部唐辛子結構スパイシーなんですね。じゃあかなりスパイシーです。タイ人って朝食を家で食べない、なんか共働きの人が多いから、みんな外で食べるんですよね。だから朝食から昼食にかけてみんなここで買っていくっていう感じですね。へー。基本的には外で買って学校とか職場で食べるとか。ね、さっきの何ですか、工事現場の前みたいなところで出してるのって明らかにねちょっと時間借りてそこだけ出してますみたいな感じでしたけど。そうなんですよ。だから、お昼前になるともうみんな撤収しちゃってるところが多くって朝から昼にかけての光景ですね。街の至るところにあるんですか、あれは。だいたい駅の、電車の駅の近くとかバス停の近くとか工事現場の近くは売れるんですよ、やっぱりその工事現場の人たちが、まあ、人たちのね実際かのこさんのなんかお気に入りとかはございますか。この日はけど辛くないやつで、春雨の炒め物とニンニクとナンプラーで味付けをした、すごく美味しい。あー、いいなー。美味しいね。これっておいくらぐらいですか。200円ぐらい。へー、安い。さあ、これは岡崎さん深い話になりそうですね。はい。カオゲンっていうのは、カオはご飯ですよね。で、ゲンっていうのは、さっき玄獣豆腐が出てましたけれど、ゲンっていうのはスープっていう意味、カレーなんかもゲンって言いますから、まあ、汁が入っているようなおかずの、まあ、総称がゲンということで、日本語に訳すとこれぶっかけ飯っていうことになるんですけど、あー、泣きますね。確かにぶっかけ飯だ全部。昔はね、シンガポールもマレーシアもタイもこういうお店がいっぱいあって、でお店っていうのは僕らの考えで言うとお店を構えて人が来るっていう考え、特にバンコクはそうですけど、人がいるところにお店が行くみたいな感じで、工事現場にいるのは工事やってるからいるわけで、工事中でみんなが昼飯食うだろうから、うん、出そうって俺の店出しそっちに移動するんだマレーシアもシンガポールも昔はこんな感じだったんだけど、衛生上好ましくないだろうっていうことで、1990年代ぐらいから店の中に入れましょうっていうんで生まれたのがホーカーズなんですよ。シンガポールの屋台村みたいになってて、昔あれ一軒一軒屋台だったのね。それが屋台村になってるのがシンガポールのホーカーズっていう、今ホーカーズ行けば大体安くご飯食べれるよっていうような感じなんですけど、先ほどかなこさんからねご紹介いただいた写真にファミリーマートの前にあるじゃないですか、あれで言うとファミリーマートの人は怒んないのかっていうのがものすごい謎なんですけどそれファミリーマートの人が貸してるわけですよ、ある意味いいよっつっていいけど自分のところの商品売れなくなっちゃいますよね。いや、それ関係ないから、あんまりその人とこの人お客さん違うし、そういうふうに貸したりするのは一般的だから、夜宝石屋さんとか閉まっちゃう店がね、でその前に必ず屋台がだーっと出てきて夜は屋台の人がやってるみたいなね。本当にそうです。今コロナでいろんな店が閉まっちゃってますけど、夜のその歓楽街とかがもう昼間屋台でもう盛り上がっちゃってて、もうたくさんの人が来てます。続いてかなこさん、あなたの地元飯教えてください。ムーピンです。豚の串焼きなんですけれども、通常屋台で炭火で焼かれていて、肉には甘辛いタレがついています。ピンクのやつはメムヤーンというソーセージですね。あ、いろいろ種類があるんだな、ソーセージで。はい、そうですね。めちゃくちゃうまそうだなこれ。うわ、この手前にあるのは多分サイユアというタイのハーブのソーセージですね。おお、むちゃくちゃ美味しいです。どっちかっていうとこれはハーブの香りがするタイソーセージってよく言われるやつ。はいはいはい、日本では贅沢だと思うんですけど、いつも炭火で焼いてくれるんで、もう香りがすごくいいし、ジューシーで本当に美味しいです。これはもうあちこちあって、もうどっちかというとみんな朝ごはんにムーピンともち米セット、あとソーセージとかは軽食で食べたりとかする人が多いみたいで、おいしそう。もち米と一緒に食べるのがおすすめです、うん、
これどうやって食べるんですか。で、はい、もち米は袋から出してかじりつかずにこう手でちょうどいい形にちぎって口に入れる。タイのマナー的にかじったりとかしちゃいけない、なんかこうそれはマナーが悪いっていう風にされていて、じゃあなんでムーピンかじるのかって話なんですけどタイ人の人に聞いたら、もう朝は時間がないからいいと時間がないからいい、そのルールもよくわかんないけど、もち米はこう言っちゃダメなんですね。こう言っちゃダメ、ちぎるんですけど、ムーピンはいいとかなこさんも こんな感じ言っちゃうんですか。いきますもう言ってる外で食べ立ちながら食べることが多いので、ぐいっと、はい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 、うん、ムーピンはね、自分の話で恐縮なんですけど、はいはい、Lグルメっていう L のグルメ の雑誌も日本では出てて、でそのインタビューを受けた時に、今海外行ったら何一番食べたいですかって聞かれて、思わずムービーが食べたいですって出ました、岡崎さん大好きなやつ恋しくなっちゃうんですね。いや不思議なくらいね、どこで食べても味が変わらないんですよね。そのタレの味がね、甘辛い醤油味、うん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 、でまあ、パクチーが入ってたり入ってなかったりもするんだけど、でさっきね、カナさんが見せてくれたやつはちょっと一枚肉みたいになってたけど、それが普通の焼き鳥みたいにこういくつか串に刺さってるやつもの方が多いかな、種類としては。でこれはね、お箸を使ったりとかいうような文化じゃないんですよ、これ食べる文化が。これはね、ラオスの方のいわゆる東北タイの基本的にはこれ料理なんですよ。日本でも女性人気のソムタムとかね、青パパイヤのサラダとかあるんですけれど、こういったのも同じグループの中にあって、それでカオニョを頼んで、このムービンとかソーセージとかネムヤンっていうね、さっきのネムヤンっていうやつとか、バナナの葉っぱくるまれてるんですよ、あれ。バナナの葉っぱにくるんで蒸したようなソーセージなんですね。もうそこら辺でね、これ駄菓子屋とかでね吊るして売ってますよ。だから子供たちがちょっと買い食いしたりとかもできるしっていうぐらい、まあ、親しまれている東北料理の一つです。で、東北料理っていうのは基本的にこう手で食べる手食文化なんですね。だからさっき言ったカオニョをその手で食べるっていうのも、手で丸めてちっちゃいおにぎりみたいなのを自分で作るみたいな感じで、それでソムタムの汁とかムービンのちょっとした汁とかにこうちょっと味付けしてで食べるっていう。で僕らのなんかになると、それとメコンウイスキーとソーダがあって、ソーダ割りにして、それで一杯やるのは最高の夜の過ごし方みたいな、はいはい、おっさんになるとそういう風になるんですね。岡崎さん、あれだけ80何カ国歩いた人が今食べたいのがムーピンってのは、やっぱハマっちゃう、癖になっちゃう、中毒みたいな。だって僕若い時は10本ぐらい食ってましたからね、普通に。もう立ちながらね、その場でね、立ちながら、ね、そういうちょっと思い出の味なんですねありがとうございました。では続いて、かなこさん、他にあなたの地元飯ありますか。サイクローク遺産というソーセージです。団子みたいになっててまん丸なソーセージなんですけれど、すごい酸っぱいんです。その酸っぱさがもう癖になっちゃって、これですね。うわ、この左側の方です。はいだ、はい、団子みたいになっていて、このキャベツ、生のキャベツと唐辛子と生姜で一緒に食べるんですけれど、今この写真に写ってるのはガリみたい、寿司のガリが、ちょっと日本人が多く住んでるとこなんで寿司のガリに変わってますけど、本来は生の生姜をバリバリかじって食べる生姜をスライス、もうがっつりスライス、分厚くスライスしたものが一緒に入ってて、それとキャベツとこの、サイクロークイサンをもう一口でガポッといくと、もうすごい美味しいんです。味は中は豚肉と、あと春雨とご飯が入っていて、 2,3 日こう天日干しして発酵してから揚げて、それをさらにグリルしてるんです。結構本当にその発酵日数によって酸っぱさの加減が違って、店によってだいぶ味が違うと思います。こんな感じでもらうんですけど、串で刺して袋からダイレクトに食べる。はあ、変わった食べ方するんですね、うん、サイクロークイさん、そうです。わあ、数珠みたいになってますね数珠
わあ、インパクトあるな。これじゃあ欲しいときは1個ずつとかちぎってもらうみたいな感じなんでしょうか。店によってなんですけど、もう何個セットでいくらって感じなんで、その場でちょきちょきちょきって切ってくれるときもあれば、もう切ったものを切ってくれるときもあります。まさよさんいかがですか。これは想像つかないですね、味がね。ちょっと想像つかないっちゃつかない、うん、まどかさんいかがですか。なんかこれ見たいと思いながら見てた。何の話なんだよ。プロフェッサー岡崎さんに聞きたいですね、いろいろ。もう岡崎さんがマグマのように噴火しますよ。ここお願いします。柔らかに。保存食ですよね、この全体的に。のね、うんうん、で食べ方はさっきのソーセージなんかもそうですけど、ハサミでこうちょきちょき食べやすい大きさに切ってくれて、チリとはお砂糖が入ったような甘辛いソースにつけてくれたりするところもあるし、うん、はいはい、唐辛子がまたあれ辛くてね、はい、やばいぐらいに辛いという。あ、そうなんですか。そう、もうむちゃくちゃ辛いですよあれ。1個なんか食べたらその場で火吹きますから、ちょっとずつつまんでいかないと、それこそ1ミリぐらいずつ削って食べていかないと大変なことになりますからね。そうすごい辛いですから。だからあとキャベツとインゲンとかね、高層とかね、まあ、いろんな野菜なんかも、これはバンコクなんかはキャベツだけですけど、うん、イサンの方に行くと高層なんかも出てきて、そういったのが割とね、そういう風にして食べる、生野菜とこう一緒にそういうものを食べるっていう文化がイサンあたりからベトナムの方までつながってて、フォーとか食べるときにいろいろ高層いっぱい入れるじゃないですか、はいはいはい、同じような感じなんですよね、うん、消化を良くするのと、やっぱり解毒みたいな感じもしますよね。なんか、まあ腐ってたりすることもあるから必要のあれかなみたいなね、感じで食べた方がいいかなと思いますけど、やっぱりあれセットで食べることにやっぱりちゃんと意味があるっていうこと、いろいろ勉強になりました。はい、ありがとうございます。今回ですね、岡崎さんのやっぱり知識さくりましたけど、懲りてないでしょうかね、うん、はい。今後もしやるなら、岡崎さんがまだ食べてない地元飯大会っていうのをね、やって岡崎さんに札を上げてほしい。俺は食べたって、食べてないってね。新しいものほどもね、まだ食べてないとは思いますけど。なんかね、そういうスペシャルなんかやったらね、楽しいんじゃないかなと思っております。それでは今日は皆さんありがとうございました。それでは皆さん、さよなら、バイバーイ。バイバーイ。